7月になりました。今月もよろしくお願いします。はい、下半期です。上半期の目標は達成できましたか？こんばんは、小室由里の夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。そんなわけで7月、今月もどうぞよろしくお願いいたします。パーソナリティの小室由里です。7月といえば何を思い浮かべますでしょうか？そうなんです。はい、僭越ながら私、今月28日に49回目の誕生日を迎えます。毎年ね、誕生日には母を連れて近くの旅館とか料亭とかに行って、まあ、お昼を食べてくるっていうことをしているんですけれども、今年はどこに連れて行こうかなと考えている最中ですね。なかなかね、こう、まあ、それと同時にここ数年、自分のことを大切にしなきゃやっぱり他人を大切にもなんかできないよねという学びをたくさんのところからいただいているので、自分自身も大切にする、そんな時間をしっかりと作っていこうかなと思ってます。自分自身を大事にする、これできるようでそんなに簡単にできないよね。だからこそ大切にする時間っていうのが価値のあるものになるだなと思いつつ、さあその自分を大事にする時間をどうやって作っていくのか、これね、先週手帳の話をしたと思うんですけど、もうね、手帳に先にここの時間を書いておく、この時間を最優先事項としてしっかりとロックをかけていくっていう、この作業がまず自分を大事にすることなんだろうなと思ってます。7月の28日、あ、そう、あのね、クラウドファンディング7月の27日、実はですね、小室由里とプレバースデーを迎えられる権利というのをね、出したらね、ありがとうございます、ご支援をいただいたんです。びっくりしました。下の方にこそーっと入れといたらまさか入るっていうね、本当ありがとうございます。きっとこの番組まで聞いてくださっているどなたかだと思うんですけれども、7月の27日は、はい、美味しいもの食べ行きましょう。その辺もね、予定組みたいと思います。あとね、7月の25日、そこまでじゃないけどしょうがないから小室由里の顔見に行ってやるかと思ってくださった方は、この7月の25日高田の馬場でちょい伸びイベント、これもリターンの中に入ってます。こちらに参加していただきたいね。年に1回のことですから、小室由里の顔見に来てやってください。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室由里的サプリ論。小室由里がただいまチャレンジ中のクラウドファンディング、セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらの書籍の中から、今週はですね、なぜ私がこの書籍を書くことを決めたのか、ここに潜んでいる社会的な問題というのをお話ししていこうと思います。そして7月1週目、このコーナーです。あなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。今月はやっちゃう、あの謙遜ってやつ、
その謙遜をしちゃうと相手からマイナス評価になる人というのがいるそうです。このあたり詳しくお話をしてくださいます。さらに DMM オンラインサロンが好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による週末の占いサプリもありますよ。あ、今週そうですよ、織姫と彦星が出会う七夕、テーマは七夕です。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談を送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com。 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論、ラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。今週は現在小室ゆりがチャレンジ中のクラウドファンディング、セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらの書籍の中から一部をご紹介しながら解説を添えていきたいと思います。今週はですね、はじめにのところを簡単にご紹介をしていこうと思います。ね、どんな書籍にもはじめにと、著者さんの、ね、この本を書いたきっかけとか、この本を読んでくださった方にどんな未来を提供していきたいのか、こんなようなことが書かれていると思うんですけれども、小室ゆりがこの結婚が幸せになるためのバイブル、これを書こうと思ったきっかけというのが、ここ3年ぐらいですかね、結婚相談所の先生からこんなようなお悩みが寄せられることが増えてきたんです。性婚退会した会員さんが夜の生活、まあ、つまりセックスですね、うまくいかないんですと、または結婚して半年も経つのに全然させてくれない、逆に手を出してこない、ちょっとねこれ主体性が男性にあるというような聞こえ方をしてしまうので逆もしかりだと思うんですけれども、まあ、夫婦間の営みが始まらない、または結婚をして夫婦としてのこれからの人生をどう生きていくかという話し合いになった時に、実は子供がいらないパートナーだったということが分かったと。こんなようなセクシュアリティに関するご相談が結婚相談所の先生に寄せられることが多くなってきたのがここ 2,3 年です。で、先生方ももちろん大切にねお付き合いをされてきた会員さんだし、幸せになってもらうために自分のサービスを利用してもらったので、当然ですけれどもご期待に沿いたい、相談を受けたいなのですが、ここでセクシュアリティのご相談を受けて返答しようと思うと、つまりは自分の体験談、経験値からの答えしか導き出せない。自分の経験って合ってるの？この考え方って正解なの？というところで迷われて、小室ゆりのところへこういう相談あるんだけどどうしたらいいかなと相談の相談が来るようになったんですね。で、先生方も先生方でその答えを小室ゆりからお渡ししたとしても、それを言葉にするとき、自分の言葉に変換をする変換装置を持ってない。そりゃそうですよね。普段こういうセクシュアリティの情報に触れて知識と教養として自分の中に落とし込まれていて、かつ私はこういうセクシュアリティなんだと
自己発信したりとか自分で言葉にしていないと、突然情報だけを渡されたとはいえ自分の言葉にならないんですよ。こういうカウンセリングをやってて思うんですけれども、自分の言葉じゃないものをお渡ししてもクライアントさんには響かないんですよね。というところで、じゃあ言葉にできないのであれば何か違う方法、例えば本で読む、見て知る、こんなような方法があったのなら結婚相談所の先生も、また結婚相談所の先生に悩みを寄せられた元会員さんもね、これみんなのための救いの一冊になるんじゃないかなと思って書き出したっていうのが、この書籍を書くきっかけになったんですね。で、この書籍を読んでもらうことで、セックスやセクシュアリティのことを相手に伝えること、これは決していけないことではないんだ、もう少し気軽に考えてもいいんじゃないかな、こんな風に感じてもらえるきっかけになったらいいなと思ってます。何もね、性のことはもっとオープンに何でも話す方がいい、私は決してそうは思いません。これは前回のね、3年前のクラウドファンディングでも常々言っていたことなんですけれども、一番自分が、あなたが大切にしている人との間だけで共通言語としてセクシュアリティを話せれば今はこれでいい、この一助となるのが、私が今回上司するこの書籍、結婚が幸せになるためのバイブル、この一冊がこのお役を果たせたらこんなに素敵なことはないなと思っております。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのはUSP プロファイラー押したり構造先生です。今月は謙遜をしていい人と謙遜をしない方がいい人、なるほど、違いがあるんですよね。それでは押したり先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。本日はご相談に来られる方の中でも人間関係の悩みが出やすいタイプのお話です。コミュニケーションエラーを起こしがちな星っていくつかあるんですが、そのうちの一つを紹介します。謙遜する人が持つ星です。日本人は一番やりがちなコミュニケーションエラーなんですけども、謙遜され慣れちゃってるので違和感がないかもしれないですが、特定の星を持っている人が謙遜すると
嫌味に変化します。その星は秀才の星、動物占いでいうとライオンになります。 USP プロファイリングでは自分だけが秀才であることに気づかない秀才というあだ名を付けさせていただいてます。例えばテストで90点取ったとします。そこに0点の人からこう言われます。90点ってすげえなおめえ。さあなんて返します？まだまだだよ、10点もミスったんだよって返しちゃうんです。もう0点の人から見たら90点も100点も神っすよ。承認してくれてるんだから素直にありがとうでいいんですけど、これが例えば、その人をよく知らない人や、目上の人なんかだったらこの謙遜をしたとしても、あ、この人は常に上を目指してるんだなっていうふうに好印象を与えますけど、付き合いの長い人とかにこれをやるとただの嫌味になります。さらに頭の中では、この程度の問題だったら普通に勉強すれば90点ぐらい取れんじゃねって思ってます。そう、自分だからできたという認識がないんです。誰でも簡単にできると勘違いしてしまいます。なので問題自体は簡単だったじゃん、敵にさらに余計な一言を言っちゃうわけですよ。この一言が無意識に人を傷つけてます。それは〇〇さんだからできるんでしょうって思われるんですよね。それであの人と話すと嫌味言われるからって距離取られちゃったりするんですね。避けられている理由が本人だけがわからないというオチです。こっちは親切で教えてあげてるのに、こんな簡単なことなのになんでみんなできないのと思う毎日、徐々に孤立をしていきます。ただ優秀なので先生とか上司には目をかけられてしまいますので、出世をしていくわけですけども、中間管理などになると部下とのコミュニケーションエラーを起こしがちで病みがちになります。素直に秀才であることを認めちゃうと楽になりますよ。90点すごいよねと言われたら、ありがとね、がっつり勉強したからねでいいんですよ。秀才の星はさらに上の天才を意識してまだまだって思うから成長し続けるわけですけど、振り返ると9割はパンピーなんで、そういうことを意識しないといけないわけです。なんでこんな簡単なこともわかんないんだろうじゃなくて、どこでつまずいてんだろうって相手の目線まで戻って考えてあげないといけないわけです。自分には簡単でも9割の人には簡単じゃないんだという意識ですね。さらに簡単だと思っていると承認がなくなってしまいます。感謝はするんだけど、この程度普通でしょって思ってるから承認を忘れてしまいがち。これも避けられてしまう原因になります。他にもまあいろいろやらかすわけですが、それはまた頭の機会。ちなみに小室さんも私もライオンだったりします。友人のね、ズケズケ言ってくれる人からは、おしたりの言うことは正論だけど普通にはできねえよって突っ込まれてハッとさせられることもしばしば、あ、またやっちまったと反省する毎日です。で、というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーのおしたりがお送りいたしました。それではまた。まあ私もね、その動物占いでいうところのライオンさんを持っていて、私はどこに持っているかというと、意思を決定するときにこのライオンさんがひょこっと顔を出すそうなんですね。私はあんまり謙遜してるよねっていうところであんまり気にかけられたことがないと思うんですけど、多分それってカウンセラー要素がうまく作用しているんだなって聞いてて思ったんです。人がそれ聞かせてくださいと言うまでは余分なことは言わないというのと、基本自分のことは率先して話さない、聞き役に回る、この辺を後発的なスキルとして持っているので、謙遜っていうところであんまりマイナスには働かなかったんじゃないかなと。ただですね、周りに言われるのは、小室さんって地頭いいよね、そこだけは自分でも認めさせてもらっています。おしたり先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また、押したり構造先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組、ゴルファーズプロファイリングが FM 宜野湾にて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。
エンジョイゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサブリ。DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占っていきます。テーマは七夕の願い事。もうすぐ七夕ですね。さあ何をお願いしようかな。それではセクシーに願っちゃうぞ。お羊さ、織姫と彦星みたいにたまにしか会えないなんて言わないでよね。早くあなたのその笑顔を見せてちょうだい。お牛座、短冊にスイカをいっぱい食べられますようにって書いたの。食べるのに夢中でいろいろこぼれてベタベタしちゃうから、その後はよろしくね。双子座、ミルキーウェイって女神様の母乳なんですって。あなたのズボンの下から白いミルキーウェイは見れないかしら。ガニ座、張り切って七夕の飾りを作りすぎちゃった。でもそのあなたの立派な笹には飾りきれないよね。どうしましょう。獅子座、七夕って本当は8月らしいわよ。ねえ、私の誕生日覚えてる？遊園地の夜の花火を見ながらあなたと過ごせたら最高ね。乙女座、純金の櫛って髪にいいらしいのよ。誰かさんと寝ていると髪を整える暇もないんだから、それが欲しいですって短冊に書いちゃおうかしら。天秤座、毎晩上に乗るのも疲れちゃうわ。彦星さんならもっとリードしてくれたりするのかしらね。サソリ座、夏の大三角形だと織姫と彦星以外に白鳥座のデレブが入るのよね。誰かいるそんなプレイは私たちにはまだ早すぎるかしら。いて座、ビキニが欲しいって書いたのよ。どこで着るかですって。一緒にマンザビーチでも行ってみる？ヤギ座、七夕の吹き流しって飾りで見てるとあなたのあれ思い出すのよね。あなたのはもっと硬くて立派だけれど。水亀座、七夕ね、とりあえず今日は会社にお休みの電話してくれる？彦星も織姫も仕事サボって仲良くしていたのよ。魚座、お星様って取れそうで取れないわね。シャツ脱いでみて。おへそがデネブで上に2つ星があるから夏の星空ね。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は
占い、タロット、ヤクモ、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の執筆ご担当は大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。おお、どんどんカッティングエッジになってきますね。読んでいて楽しいです。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。つどつどお伝えをしておりますが、7月の15日まで小室ゆりクラウドファンディングチャレンジ中です。セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、こちらね、様々なご支援のリターン用意しております。一番こう支援していただきたいのは7月の25日の夜、高田の馬場でちょい飲みします。出版したしさ、誕生日も近いしさ、ちょっと顔見に来てくんないかな。こんなクラウドファンディングのリターンご用意しております。しゃあねえな、小室の顔ちょっと見に行ってやるかと思ってくださった方はこちらのリターンを選んでいただき、ご支援をお願いしたいと思います。7月の15日まで駆け抜けてまいります。小室よりクラウドファンディングチャレンジ中です。セクシュアルコミュニケーションの悩みを解決、結婚が幸せになるためのバイブル、何卒多くの方のご支援を心よからお待ちしております。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はウーマクーでヤナワラバーナ演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着帰りさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後に、あなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。救いたいと思う相手に恋する人は、自分が優れていたいという願望を隠している。ドイツの心理学者アルフレッド・アドラーの名言です。自分より弱いものに恋をするということなのかもしれませんね。自分より5センチ上の人に目を向けてみるという、こんな恋愛もありだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。いてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなた。